テイラー・ヒース・ヤングマンは、アメリカ合衆国、テキサス州テンプル出身のドイツ系アメリカ人、プロ野球選手、ウトウミギウ発音指示では、ヤングメンとなっている。日本球界での登録名は、ヤングマン。2011年の MLB ドラフトで、ミルウォーキー・ブルワーズから一巡目指名され、プロ入り。2014年11月20日にブルワーズと、 メジャー契約を結び40人枠入りした。2015年6月9日にメジャー初昇格を果たし、同日のピッツバーグパイレーツ戦で先発して7回を1失点に抑えてメジャー初登板初勝利を挙げた。以後、先発ローテーションに定着して21試合に先発登板。防御率3.779勝8敗という成績をマークし、1試合で完投もした。また、 1 1 9 1三回で107個の三振を奪って、脱三振率8.1をマークした。2016年は8試合に登板、うち6試合が先発登板だったが、2 6 2三回で17、四球、三四球を出す、制球難に見舞われ、防御率7.765杯、ホイップ1.76と、大崩れした。マイナーでは、A 級のビロクシシャッカーズとトリブル A 級の、 コロラドスプリングススカイソックスの2チームに所属。経営21試合に先発登板したが、ここでも10613回で7支球を与える、請球難に陥り、防御率4.664勝7敗に止まった。2017年は開幕ロースター入りしたものの1試合のみの登板で、4月6日にマイナーオプションで A 級 b 六史に配属され、その後は5月に、 トリプル A 級コロラドスプリングスに昇格したが、メジャー昇格がないままシーズンを終えた。2018年1月10日に、ブーン・ローガンとの契約に伴い自由契約となった。日本球界で出場機会を求めることも視野に入れていると報じられており、2018年1月には、読売ジャイアンツが前シーズン限りで対談したマイルズ、マイコラスに代わる先発候補として調査していると、 報じられた。2018年1月16日に、読売ジャイアンツから契約合意が発表された。背番号は、マイコラスと同じ39で、登録名は、ヤングマン。2軍で7勝2敗防御率1.43の、高成績を残しながらも外国人枠の関係で、昇格できなかったが、守護神のアルキメデス・カミネロの不調により7月1日に、昇格。 その日の中日戦に先発し、8回を被安打3、吉休に、8奪三振無失点の好投を見せ、来日後、初登板、初先発、初勝利を達成した。しかし、7月25日のヤクルト戦で打球を左手に、受けて骨折し離脱する。2019年10試合に先発登板するも、請求を乱す試合も多く、3勝4敗で、 防御率は6点台と結果を出せず同年限りで、大弾となった。2020年2月13日、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。投資記録打撃記録テーラーヤングマンに関するカテゴリー。ありがとうございます。